昔アンナレーシアという魔法の王国の森の中で赤ちゃんが見つかりました。お母さんもお父さんもいないその赤ちゃんを動物たちは自分の子供のように可愛がって育てたのです。その子の名はジゼル。ジゼルは美しい娘に育ちました。優しい心に秘めた熱い思いは真実の愛のキス、いつか王子様が。そしてついにジゼルはアンダレーシアの勇敢な王子の愛を勝ち取ります。ところがその時ジゼルは邪悪な女王によって異世界に飛ばされました。着いたところはとても混沌とした王国、その名もニューヨーク。ニューヨーク、そこで出会ったのが夢見る瞳の弁護士ロバートとその娘のモーガン。モーガンは魔法を信じていました。ジゼルとロバートは恋に落ち、いつまでも幸せでした。ねえ、もう一回読んでパパ。こう言ったらどうする。いつまでも幸せには二人の物語の終わりじゃない。どういう意味。このお話山ほど聞いてるけどいつもそうやって終わるよ。いやいやいや、お話はまだ途中だった。結局ジゼルはニューヨークでいつまでも幸せに暮らすことはできなかった。このお話パパの役がいまいちだけど、ベッドに入るなら読んであげようかな。いや入るよ。物語は前の話が終わったところから始まる。いつまでも幸せにの後のニューヨーク王国が舞台なんだ。後っていつまでも幸せになんだから、その後はないでしょ。そう、結婚したらもう何も起こらないよね。あとはずっと幸せ。ああ、この世界ではね。でもあっちの世界じゃいろいろ起こるんだ。数年の歳月が流れました。モーガンは成長し、ロバートとジゼルの間に赤ちゃんが生まれます。美しい女の子で名前はソフィア。その時のジゼルは幸せに包まれていました。でも全てが変わり始めます。赤ちゃんの荷物が増え、天空の城は二回り小さくなりました。生活は忙しすぎ、眠りの呪いがかかっているように毎晩二人ともばったり。でも一番大変だったのはモーガンでした。あちらの世界でいうティーンエイジャーになってしまったのです。ジゼルはモーガンが自分の行けない遠い場所に旅立ったように感じました。あまりの変わりように、ニューヨーク王国ではおとぎ話のようには暮らせないと思うようになったのです。その時ジゼルの目にお告げが。モンナビツモンナビ記憶正し街よ、内観無限して二人は引っ越しました。離れよう騒がし都会はもうたくさんだ、目指すは